店舗 B の田島です。新しくロードサイドにできたファミリーレストラン、そのファミレスの建築費がいくらぐらいか分かる方がおられるでしょうか。なかなか分かる人は少ないと思います。でもこれが個人の住宅だったら、だいたい建物を見れば分かる人も結構多いんじゃないでしょうか。なぜロードサイド店舗の建築費は分かりにくくて住宅なら分かりやすいんでしょうか。この動画はどうしてロードサイド店舗の建築費が分かりにくいのかについて解説をしたいと思います。そして建築費が分かりにくいということで建築会社にカモにされない方法もお知らせします。ロードサイド店舗の建築費が分かりにくい理由、一つ目は比較検討する事例が少ないからです。個人の住宅だったら、自分自身も建築の経験がある人も多いでしょうし、親戚や知人が建築をして、その建築費を聞いたことがある人っていうのもたくさんいると思います。だから大体住宅の建築費っていうのは予想がつきます。ところがファミレスの建築の経験がある人っていうのはなかなかいません。だから予想がつきにくいんです。で、二つ目の理由は他の建築会社と比較をしないからです。普通、住宅やマンションを建築しようと思ったら、少なくとももう1社か2社、他の建築会社の見積もりを取ったり、参考にすると思います。ところが、ロードサイド店舗っていうのは、例えば、ある建築会社がファミレスを紹介してくれたら、その建築会社以外にそのファミレスの相見積もりを取ることはしません。というかできません。そのファミレスに貸そうと思えば、この建築会社、そしてこの建築費じゃないと、貸すことができない。このような仕組みになっています。で、ロードサイド店舗の建築費が分かりにくい、3つ目の理由は、家主の工事とテナントの工事があるということです。家主さんが建てたファミレスなんですけど、だいたいこの屋根や壁っていう主要構造体と言われる部分は、家主さんの持ち物です。では、厨房は、空調は、家具やテーブルは、駐車場などの外構工事は、これらの工事区分っていうのは、家主さんである場合もあれば、テナントの場合もあります。この工事区分っていうのは、テナントとの交渉で決まるときもあるし、最初からこのテナントはこの工事区分ですよっていうふうに決まっている場合があります。例えばファミレスの場合だと、建物の屋台部分だけだと、4000万円ぐらいで、厨房、空調、家具などすべてを負担すると、1億円ぐらいになります。つまり、工事区分によって建築費が全く違ってきます。ですから、外からそのファミレスを見るだけでは、工事区分がどうなっているかはわかりません。だから、建築費がわかりにくいんです。で、ローズサイド店舗の、建築費がわかりにくい理由。で、4つ目は、発注する地主さんの建築費に対する許容範囲っていうのが家賃によって変わるということです。例えば家賃が100万円だったら建築費は5000万円までなら出せる。そして家賃が150万円だったら7000万円まで出せる。こういうふうに考える地主さんっていうのが結構おられます。同じ建物があっても、家賃によって出せる建築費っていうのが変わってくるということです。このような考え方がロードサイド店舗の建築費を分かりにくくしています。地主さんの中には、家賃が高いんだったら建築費は高くても構わない。こう考えられる人がいます。一見正しそうに思えますが、実は間違っています。それはテナントが契約期間の間、決められた家賃通りに借りてくれる。そして家賃を払ってくれる。その保証があって、初めてそういうふうに考えられます。多分、賃貸借契約書の中で、中途解約に対する取り決めっていうのはされると思うんですけど、その取り決めがあるっていうことは、中途解約の可能性があるっていうことです。以上が、このロードサイド店舗の建築費が分かりにくい理由なんですけど、これは私の考えですけど、多くの地主さんは、賃料に妥協しないけれど、建築費には妥協する、こういう人が多すぎると思います。よく地主さん同士の噂話で、隣のコンビニは賃料100万円らしいですよ。こういう賃料の噂話っていうのは、本当に近所の人とよくされると思います。ところが、隣のコンビニは建築費がいくらでしたよ。このような噂話は聞くことがありません。
まあ、多分地主さんの関心っていうのは家賃にだけ関心がいって、建築費には関心がいっていないんだと思います。私は土地活用の判断基準っていうのは、まあ、賃料ではなくて建築費にあると思います。まあ、こういうふうに考えると、まあ、何がいい土地活用かっていうのはおのずと分かってくるんじゃないでしょうか。まあ、これからもこの動画では地主さんに役に立つ情報を定期的に配信していきたいと思います。よければチャンネル登録をお願いします。